レサウジアラビアのアブドルアジズエネルギー省は17日攻撃で停止した石油施設の復旧が進み今月末にも生産量が通常に戻ると発表しました東部アブカイクの石油施設が攻撃を受けて以来初めてとなる記者会見を開いたアブドルアジズエネルギー省は石油の生産能力は9月末までに 攻撃前の水準に戻るとの見通しを示しましたその上でアブドルアジズエネルギー省は在庫を活用して今月中も石油の供給を続けられると説明した上で石油の輸出量が減少することはないとの見通しを示しました会見を受けて17日のニューヨーク市場の指標となる WTI 原油の先物価格は前の日に比べ6%急落し1バレル当たり 59ドル34セントで取引を終えましたサウジアラビアが攻撃前の生産の水準を早期回復する見通しを示したことで供給への懸念が和らぎました。